今日からよろしくお願いします。ご覧の通り、閉店後はここはこんな感じで使っててね。人を殺す場所として松宮さんの風呂場は今まで通り今後も貸してもらいたくってね。俺は普通に風呂屋の従業員として働いてるだけなんで。まだ仕事はたくさん残ってるからね。もしこのことを誰かに喋ったら申し訳ないけど、君もなんてね。お味噌変えたんだけど、どう？どうしてそのお仕事を知ってるの？どうしてでしょうね。東大行くような人って私たちの何倍も早くいろいろ経験するんだね。そんなことないよ、普通だよ。お風呂入ってく？